散財は人生や、どうも直島です。今回はお知らせがあるで、散財 TV は人を増やすことにしました。理由としては、だいぶ前から思っててんけど、一人でやるのちょっと限界を感じてるなっていうのと、あと、もっと登録者を増やすんやったら人とやっていく方がやりやすいかなって思って、そういうふうにしていこうと思いました。これが理由ですね。はい、ということでね、この度、このチャンネルにお引越しさせていただくことになりました。岩崎正樹めでございます。今、いきなり知らない人が入ってきて、意味わからないと思うんで、ひとまず、私めがね、これまで活動してきたものをね、軽く紹介させていただきます。まず、岩崎めが過去に上げていた動画で言うと、まず、絶対にうんこを避ける AI 搭載ロボット掃除機がやばすぎた。アップル特許再現画面なし MacBook 作ってみたらやばすぎた。Nothing Phone 1対抗透明な iPhone 作ってみた。タッチスクリーンできる最強 MacBook 作ってみた。などなどといった感じで、相乗効果が見込めるなと思いまして。登録者数的にもね、僕たち2つのね、チャンネルを合わせることによって、より相乗効果が得られるなと思います。そういうわけで今後1人増えますけど、なるべく直島さんの足を引っ張らないように、お邪魔にならないように、精一杯努めさせていただきたいと思います。僕からは以上です。これ大丈夫か、この動画。そんな感じでいろいろ変わっていくんやけども、これからもちょっとガジェットの情報を、これからもガジェットの情報を手に入れたいって思う人は、よかったら見ていってほしいです。という報告でした。ほな。ん?ほな。頭頂部を映すな。ほな、散財は人生やで。いらんねん、お前の油ギターは。頭皮は。お前、話下手すぎん？ YouTuber とか以前に人として。だから台本作ってんねん。